こんにちは、たかみずです。築古アパートセルフリノベーション、今回はトイレのリフォームをご紹介します。こちらがリフォーム前のトイレです。タイル床をきれいにして温水洗浄便座を設置します。温水洗浄便座を設置するためにコンセントを増設します。電源は隣の洗面室のコンセントより分岐しました。壁を貫通させてケーブルを通しました。ケーブルはモールで貼り付けました。配線はモールを使わず壁の中を通したかったのですが、壁を開けてびっくり、コンクリートブロック。便器を外したら古いクッションフロアが出てきました。アースタックで床のデコボコを埋めました。二度塗りしています。ボンドを塗ってクッションフロアを貼っていきます。クッションフロアと壁の隙間をコーキングしました。便器を元の位置に戻し、温水洗浄便座を設置したら完成です。トイレ照明です。この昭和感ありですね。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。